まずはじめに令和3年度の大雪対応の検証と今後の対策に向けた検討状況についてお話をさせていただきます。令和3年度の大雪につきましては24時間降雪量の気象台観測記録を2度も更新をするなど、まあ、例年にない大雪ということになりました。市民の皆様には長期にわたりご心配ご迷惑をおかけをいたしましたこと、またさまざまな点でご協力をいただきましたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。今後の対応につきましては現在北海道が事務局となって北海道雪害対策連絡部会議でこの検証を進められているところでありますけれども、札幌市におきましても来年度の冬に向けてですね、具体的な検討策を指示をするように具体的な検討をするよう指示をいたしたところでありまして、先日建設局長をトップとする内部検討会議をスタートさせたところでございます。北海道の雪害対策連絡部会議におきましては6月中に北海道防災会議へ報告をする予定というふうになっております。その報告の方向性と整合を取りながら札幌市の大雪への対応策具体策について8月末をめどに検討し来シーズンに備えていく考えであります。続きまして新型コロナウイルス感染症への対応についてお話をさせていただきます。まず市内の感染状況でありますけれども、札幌市の新規陽性者数の週合計は昨日時点で10万人当たり350人、療養者数は 390.5 人、病床使用率が 26.9% となっております。3月下旬から徐々に新規陽性者数の増加が見られており、引き続き警戒が必要な状況となっております。現在感染の再拡大が見られている他の都市では変異株の BA2 系統への置き換わりが進んでいるところでありますけれども、札幌市においても今後さらなる置き換わりが進むということも想定をされます。感染力の強い株が広がりますと第6波を上回る急激な感染拡大ということも危惧をされるところであります。このため次の第7波の拡大に備えて感染の急拡大時においても速やかに療養判定を行って適切な医療や療養につなげていくための体制を構築をしてまいります。まず円滑に療養を開始していただくための取り組みといたしまして、これまでは医療機関で PCR 検査を行った場合でも検査結果につきましては改めて保健所の職員がすべての陽性者の方に個別に連絡をして本人情報や健康状況、既往症などの聞き取りをしておりましたけれども、感染が急拡大をする際にはですね、保健所からの連絡あるいは療養判定に遅れが生ずるということがございました。こういった状況を改善するために今後は市のホームページでご案内をする医療機関などで検査を行った場合、本人が医療機関から結果連絡を受けた後にですね、保健所からの連絡を待つことなく迅速に療養等を開始できる体制づくりを進めてまいります。具体的には新たに陽性者療養判定サイトを新設をいたしまして、陽性者ご自身で本人情報や健康状況などを登録いただくといたしますと、軽症で低リスクの場合は早期に自宅療養を開始をいただくということになります。症状の重い方、それからハイリスクの方につきましては登録情報をもとに保健所から療養判定の連絡を差し上げられるようになってまいります。この療養者の判定サイトにつきましては4月25日から運用を開始できるように今準備を進めているところであります。詳細が決まり次第市のホームページあるいは医療機関のご協力をいただきながら改めてお知らせをさせていただきます。さらに
自宅で療養していただく方が体調が悪化した際などにご活用いただける電話相談窓口、陽性者サポートセンターの設置を予定しておりますほか、爆発的な感染拡大時など医療機関が逼迫する事態が発生した場合に備えて、抗原検査キットで陽性となった方がオンライン上で速やかに陽性判定と療養判定ができる陽性者登録センターの設置に向けた準備も進めているところであります。この第7波に向けた体制につきましては、本日夜開催をいたします新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において委員の皆様のご意見もお聞きをした上で決定をしてまいりたいと考えております。詳細決まりましたら改めてお知らせをさせていただきます。市民事業者の皆様におかれましては、マスク着用などの基本的な感染対策はもとより、飲食の場におきましても会話の時のマスク着用の徹底など、場面に応じた感染対策の徹底をお願いをいたします。またワクチンはオミクロン株に対しましても有効であるという国の専門家会議等の見解もございますので、追加接種につきましてもご検討をお願いをしたいと思います。また4月25日から6月15日までの期間といたしまして、宿泊代金の割引と飲食店やお土産等で利用できるクーポンを配布する札幌割を開始をいたします。皆様におかれましては、先ほども申し上げましたとおり、感染対策を徹底した上でのご利用をお願いを申し上げたいと思います。続いて最後にですね、2030年冬季オリンピック・パラリンピック招致につきまして、札幌市といたしまして次のステージへ進む取り組みを行うことといたしましたので、ご報告をいたします。先月実施をいたしました意向調査において一定の支持を得る結果となったところでありますけれども、その後招致応援のサポーターズクラブには11万人を超える賛同をいただくとそういったお知らせをいただいたところであります。また経済界をはじめとする142の団体から招致実現に向けた要望書や応援の表明文をいただいております。そして先月30日には審議会におきまして、2030年の冬季オリンピック・パラリンピックの北海道札幌招致に関する決議が可決をされまして、市議会として招致を目指すということが表明をされたところであります。さらに意向調査の分析、集計分析を進めたところでありますが、特に北海道札幌の未来を担う10代から20代の若い世代において比較的多くの賛同や期待の声をいただいているということが分かりました。私といたしましては、若い世代の期待の声ということにぜひ応えていきたいという思いを一層強くしたところであります。こうしたさまざまな要素を総合的に検討いたしまして、札幌市として関係団体の皆様と連携をしながら一層本格的な招致活動を進めていくことといたしました。今後招致活動を進めていく上では、市民道民の皆様の意向、大変重要であると考えております。先日の意向調査の設問の分析詳細が一部まとまりましたので、ご報告をさせていただきます。まず性別および世代別における賛否の傾向として、3つの手法すべてにおきまして、他の世代と比べまして10代20代の若い世代から支持を得ているということが分かりました。また郵送調査におけます賛成の理由の上位としては、子どもたちに夢と希望を与えるから、北海道札幌の PR につながるから、雇用創出や経済効果が期待できるからということが挙がりました。一方で反対の声につきましては、性別や世代を問わず一定程度のご意見をいただいておりまして、その上位としては、他の施策に注力してほしい、開催に多額の予算が必要、災害や感染症など不測の事態への対応が不安というようなことが挙げられているところであります。
またこの意向調査とは別にですね、北海道内の大学、短期大学、専門学校の学生を対象としたアンケート調査におきましては、全回答のうち6割を超える方から賛成、またはどちらかというと賛成という回答をいただきました。2030年の社会で活躍をする若い世代からの支持を得られたということは、大きな意義を持つものと考えているところであります。そしてこのオリンピック・パラリンピックの開催は、今後のまちづくりとの関係においても大きな影響をもたらします。現在、札幌市では、今後10年間のまちづくりの基本的な指針となります、第2次札幌市まちづくり戦略ビジョンを策定をしているところでありますけれども、このビジョンの重要な概念であります、ユニバーサル、ウェルネス、スマート、ということとですね、それからこのオリンピック・パラリンピックがもたらすレガシーであります、社会、スポーツ、健康、経済、まちづくり、環境ということが密接にリンクをしておりますので、この戦略ビジョンの策定にあたっての市民や企業の皆さんと目標を共有しながら、連携して取り組むということで、札幌市が目指す町の姿の実現というものが大きく加速していくものと考えているところであります。で、一方で、一定数の反対の声ということもございます。まあ、このことは真摯に受け止めて、反対の方が抱いています不安でありますとか、懸念ということを払拭するための、説明、取り組みということを継続してまいります。具体的には、出前講座につきまして、意向調査において比較的支持を得られていない現役世代へのアプローチとして、企業等を対象として参加者の幅というものを拡充するなど、さらには広報札幌を通じて開催経費などのさらに分かりやすい解説を行ってまいりたいというふうに思います。加えて、有識者や著名人の方々をお招きをして、討論、対談というような形でですね、賛否の意見を明らかにしながらですね、さまざまな角度から議論を行っていく、まあ、その内容を映像等で発信をしていくというような工夫も検討してまいりたいと考えております。そしてこういった市民対話の取り組みと並行いたしまして、全国的な招致活動も展開をしてまいります。招致に関する具体的なスケジュールというものが、IOC から現時点で示されていないところでありますけれども、北京大会も終わりまして、2030年大会の開催地決定に向けて、今後、候補都市の絞り込みというものが本格化をしていくというふうに考えております。このために、今後は地元札幌はもとよりでありますが、北海道、そして全国、さらには世界に向けて、しっかりと大会の開催意義や価値というものを伝えて、より多くの理解と共感を得ながら、オールジャパンで招致を進めていくことが重要だと考えております。このために札幌市では今後、JOC とともにオール北海道オールジャパン体制を象徴する北海道札幌2030オリンピック・パラリンピックプロモーション委員会を設置をすることといたしました。この委員会は招致プロセスが大きく変わっておりますので、東京2020の招致委員会とは大きく異なりまして、全国的な機運醸成を図るということを目的としております。さまざまな立場のご意見やご協力をいただきながら、2030年大会に、日本全体に北海道の大会の利益がもたらされるように、大会の開催意義の議論ということを深めてまいりたいと考えております。委員につきましては、現在、調整中でございまして、5月の設立を目指して、オリンピアン・パラリンピアンをはじめたスポーツ界、経済界、スポーツを通じて、SDGs の推進に関する有識者など、さまざまな方々にお集まりをいただいて、この委員会を設置をしていきたいというふうに考えております。
委員リスト等につきましては準備が整い次第改めてお知らせをさせていただきます。意向調査の詳細結果も踏まえながら、この委員会の活動を通じて大会の開催による北海道、札幌、そして日本の将来ということを皆さんと一緒に考え、市民、道民、そして国民の一層の共感を得てまいりたいと考えております。引き続き市民の皆様とのですね、対話を進めながら招致活動を進めていきたいと、このように考えております。私からは以上です。